さて、この授業なんですけれども、前回までは、行列式の、基本的な性質をいくつか見てきました。で、前回の授業では、特にその、置換行列を取り上げまして、その性質、その定義などを少し詳しく見ることで、行列式のいくつかの基本的な性質について説明しましたが、今日は大体その前回の続きといいますか、前回から引き継いで、その今日はその行列式の性質ですね、主に多分皆さんはこれからそのとりあえずは試験などで与えられた行列式を計算することに迫られていると思いますが、そういった行列式の計算などにも役に立つ性質を今日は中心に扱いたいと思います。ですので、教科書は77ページの下の方にあります、セクション 3.4 からいきましょう。で今日の授業なんですけれども、行列式の性質として紹介するものが結構分量が多いですので、基本的に証明までやっていると授業が終わらなくなるので、証明は省略して、でこんな性質があります、こんな性質がありますっていうのをどんどんこうオンパレードで出していきたいと思います。ので一応そうですね、どのようにその行列式の計算に使えるかといったようなことも、そういった使い方などにもなるべくフォーカスして話をしたいと思います。でそこで、いくつか性質定理がありますが、まず、教科書78ページですね、78ページからいきましょう。定理の 3.8 なんですが、教科書の見出しには互換はマイナス1倍と書いてあります。で、一応その内容を書きますと、一応これからの話の前提としましては、その何がしかの正方行列が与えられていて、その行列式を計算するということを前提に話をしたいと思いますけれども、まず最初のこの定理の主張は、与えられた行列の、異なる2つの行を交換すると、行列式がちょうどマイナス1倍になるという性質です。まずはその行の交換でですね、その行列式が符号が変わるということに注意してください。で、教科書のその互換をマイナス1倍と言っているのは、そういう意味ですね。その異なる行を交換すると行列式はマイナス1倍になります。で、もう一つ同様の性質がありまして、括弧1番が2つの行だったんですけれども、括弧2番は2つの列ですね。列を交換した場合も、同じことが
成り立ちます。で、実際にこの行や列の交換がですね、その行列式の性質、行列式の計算の上でどのように役に立つかという話については、演習でやりました？まだそこまで扱ってないですからね。はい、今日もし時間が余ったら行列式の計算例を出したいと思うんですが、その中でもちょっと説明したいと、触れてみたいと思います。はい、こんな感じですかね。今日はこんな感じで進みますからね。で、一応このセクションをなんとか今日この時間で終わらせて、まあ、次の演習の時間には実際に皆さんに計算に入れるようにしたいと思います。はい、で次、教科書78ページの下半分の方に定理 3.9 というのがあります。定理 3.9 は、どういう話かというと、最初にその N 次正方行列 A が与えられていて、まあ、A の行列式を計算しましたと。で、定理 3.9 の主張は、その天地行列の行列式は元の行列の行列式に等しいということを言っています。と、まあ、A が、まあ、N 次正方行列のとき、A の天地行列の行列式は元の A の行列式に等しいというのが定理 3.9 の内容です。まあ、非常に事実としては単純な事実ですよね。で、まあ、計算ってどのぐらい使うかは、まあ、状況によると思うんですけれども、差し当たってその役に立つのはどちらかというと、そのこの後に述べているいろいろな定理を証明するとき で、これからこの後に出てくる定理、いくつかの定理というのは、その行について成り立つし、列についても成り立つという話題が結構あります。で、ところがその行列式の定義式からですね、その行について示す証明は割とやりやすいんだけれども、その列に関してその証明しようとするとちょっと面倒だったりする場合があるんですね。で、そういう時にこの定理を使うと、まあ、例えば列に関して直接示す定理を示すのがちょっと証明するのがちょっと面倒な場合に、天地行列を取って行の場合に帰着させればおしまいという感じで使うことが、ありますというか、僕が昨夜ですね、この今日の授業の準備をしていて非常にご利益に預かったので、まあ、皆さんももしかしたらそのご利益に預かる場面があるかもしれませんので、一応押さえておいてください。はい、で次なんですが、教科書の79ページに入る前にですね、一応教科書79ページの定理 3.10 という行列式の分配法則という見出しの定理がありまして、でこれは列に関する性質を述べている定理なんですけれども、実は行に関しても、行列式の行の展開に関しても同じことが言えますので、そちらは教科書に書かれておりませんが、そちらを先に板書しておきたいと思います。
一応行列式の多重線形性という見出しをつけました。で、多重線形性という言葉については実はこの第3章の初めに行列式を紹介をした時にちょこっと触れましたが、一応もう一度この定理の説明をしながらその言葉について触れていきたいと思います。でまず、この定理のは2つ主張がありまして、まず第1番目からいきましょう。行列式を考えるんですけれども、第K 行ですね、第K 行がその、2つのベクトルの和で表されていたとしましょう。例えば1列目の要成分が A の K1 プラス B の K1、それから2列目か、第2列の要成分が A の K2 プラス B の K2、 以下同様に、AN 次正方行列なんですけれども、第N 成分が A の KN プラス B の KN という形で表されていたものとします。でこういう行列式があったときに、この定理の教えるところは、この今着目しているこの第 K 行に関して、この2つのベクトル の和に行列式を、この2つのベクトルの和をばらすことで、この1つの行列式を2つの行列式の和にばらすことができるというものです。で、1つ目を書きますと、1つ目の行列式は A の K1、A の K2、A の Kn。といった成分から、この第 K 行ですね、この A のKJ だけを取り出した形になっています。で、もう一つの行列式はこの第 K 行に関してはこの B の K1、B の K2、以降 B の KN までを取り出した形になっています。ですので、この2つの行列式は、第 K 行以外は全て同じ成分を持つものですね。で逆に言いますと、例えばその2つの行列式があって、でここにありますようにその第K 行のみが成分が異なっていて、でそれ以外の行のそれ以外の成分が全て等しい場合には、この2つの行列式をこのような形で加えることもできるということも言えます。ですので、両方行ったり来たりできるということですね。でまずこれがその行列式の多重線形性の性質のうちの一つ目です。いわば行もしくは行ベクトルとして見たベクトルの和に対応して、この行列式のがその和にばらせたり、あるいは一つにまとめたりできるという性質です。ここまでいいですか。はい。で、もう一つの性質が、
R をスケラーとしますけれども、その時に、やはり、その行列式の第K 行がちょっと特別な形をしているんですが、その第K 行をですね、があるスカラー、R 倍がかかっていた場合を考えます。こういう場合ですね。で、このようにそのある行にスカラーがかかっている場合には、実はそのスカラーを行列式の外に出すことができるというのが2番目の性質です。で、この時この第K 行はどうなるかというと、中の各成分にかかっていたスカラーがこう取れて、だからこれ全部これ R 倍だったんですけれども、その R が行列式の外に出て、あとは、こういった、成分を持つ行列式で書かれると。というのが、まずこの定理の主張です。ここまでですか。で、この多重線形性という言葉をもう一度その確認しておきますけれども、言葉の意味は2つありまして、まず線形性という言葉があって、その上にこの多重という言葉が乗っかっています。で、実は教科書の79ページのですね、脚中に、その線形という言葉の、使い方というか定義が載っているので、そちらもちょっと見ていただきたいんですが、行列式というのは、言ってみれば一種の関数なわけですね。どういうことかというと、その行列を与えると何がしかの定数が返ってくると。だからそういう意味では行列式というのは一種の関数と思うことができるわけです。で、その時に例えば、今この例、括弧1の例ですと、その行列式、この行列、与える行列ですね、与える行列がですね、その、第K 行が、その A の K1、K2 からなる行列と、それから第K 行が B の K1、B の K2、点々点からなる行列の、和というふうに思えるわけですね。で、その、例えば、言ってみれば、こういう A と B の行列の和を取って、その行列式を計算したものがどうなるかっていうと、それは、このように、その A の行列式と B の行列式の和に、こう、ばらせるっていう性質を、ここでは言っているわけです。で、線形というのは、実はその、そうですね、一次式とか二次式でいうその一次式に対応する言葉です。例えばその一次関数のことを英語ではリニアファンクションとよく言うんですけれども、線形な関数といった呼び方もします。それから、実はこの皆さんが今学んでいるですね、線形代数の線形というのは、このこういう一次の何か量もしくは式に関するいろいろなものを扱っているわけです。
で、関数がその線形であるというのはどういう意味を言うかというと、こうやってですね、その足し算、何か足したものをこの関数に代入したときに、それらが実はその元のものをこの関数で移した計算結果ですね、計算結果を加えたものに等しいというのが、これ数学でいうこの線形性という性質です。で、身近なというか、その皆さんがこれまで扱ったものとしては、例えば、x の1次の関数とか2次の関数というのがあったと思いますけれども、1次の関数だったらこういう性質は成り立つんですね。でところが、2次の関数だとこういう性質は一般には成り立ちません。で、まあ、ちょっと今日は時間の都合で細かい例まではやりませんけれども、そのようにこういう性質が成り立つことを、まあ、線形性というふうに呼んでいます。でついでに言いますと、これはまあ、行列の和に関する性質なんですけれども、スカラ倍についても同じようなことが言えて、まあ、A のスカラ倍ですね、のこう関数で移したものは、A を関数で移したもののスカラ倍に等しくなると。で、まあ、両者セットで合わせて、この F 関数がですね、線形であるという言い方を数学ではよく行っています。で以上がその線形性という言葉の意味で、で次にその多重っていう言葉なんですけれども、多重っていうのは、例えば、今この定理を黒板書に返した時では、その、この第1形行ですね、第1形行に関して、まあ、こういうその展開ができるということを言っていました。ところが、この行列式のこの展開に関しては、実は第1形行だけではなくって、同時に他の行で同じようなことが起こっていても、同じように展開することができます。ただし、まあ、順番を追ってですね、そのまず、ある行についてこう展開をしてから、まあ、それぞれに関してはまた他の行についてこう展開をするというふうに順番を追ってやる必要があるんですけれども、とりあえず、たくさんの行に関して、こういう線形な性質が保たれるというのが、ここで言っているこの多重線形性の多重という意味ですので、一応まあそういうことで押さえておいてください。はい、ここまでいいでしょうか。で、それを踏まえまして、まあ、定理の 3.10 というのは教科書の79ページにあります。で、教科書の79ページの定理の 3.10 は何を言っているかというと、実は今ですね、この、行列の多重線形性を、まあ、行に関してこう紹介したわけですけれども、同じことがその列の展開にも言えますという話が、この教科書の定理 3.10 です。ですので、多分今ですね、この行に関してこう一通り説明したので、あとは、まあ、口頭でですね、同じことが列に関しても成り立ちますということで、多分皆さん理解できると思いますので、ここは、あれですね、この板書は結構大変ですから、一応、時間と労力を有効に活用するために、定理 3.10 の板書は割愛させていただきますので、一応皆さんで各自、性質を確認しておいてください。何か質問などありますか？大丈夫ですか？あ、ちなみにですね、定理 3.10 は、書き方が、今のこの板書とちょっと異なっていまして、に気づいた人いるかもしれませんけれども、その和とスカラー倍をまとめて書いてますね。で、教科書ですと、例えば、R、A の行列の第 J 列の展開を行っていますけれども、この編みかけですね、ここの影のついた部分で、で、R×A の IJ プラス B の IJ というような
書き方で、その和の展開とそれからスカラ場の展開をいっぺんにやっているというところに注意してください。はい、じゃあここまででしょうか。で、じゃあ次進みます。今度は教科書の80ページです。教科書の80ページの真ん中あたりに、定理 3.11 というのがあります。これも行列式の計算ではしばしばよく用いられる性質で、結構まあ便利な性質ですので確認しておきましょう。A をまあ N 次正方行列とします。で、最初に述べられている主張は、A の2つの行が等しければ、A の行列式は0になります。あ、一応、この場合は2つの異なる行と述べていますので、まあ、行列の次元は2次以上ということで注意してください。一応まあ、細かく書いておきますと、一応 A の異なる2つの行が等しければということですね。大体数学ではA の2つの行がっていう取り上げたときに、大体社会の常識ですと、2つの行っていうのは取り上げたときには異なるものだと思う、皆さん思うと思うんですけれども、数学では必ずしもそれは自明ではなくて、2つって言っているのに実は同じものを取り上げている場合もありますので、そこは数学の本を読むときにはちょっと注意してください。2つとか3つとかこう数えてるんだけど、それらが等し同じものかもしれないし異なるものかもしれないという状況が数学ではありえます。でこの場合は、まあ、異なる2つの行が等しい場合ということで押さえておいてください。それから括弧2番は、これも行列式の計算のときに結構よく使う有効な性質なんですけれども、まあ、A のある行の成分がすべてゼロ。ちょっとまあ回りくどいですけれども、まあだから A の特定の行がですね、そのすべてゼロならば、この時も A の行列式はゼロになります。でこれは括弧1番とは異なりまして、N が1の時、すなわち1行1列の行列式の時にも、まあ、成り立つというのはちょっと思い浮かべてもらえれば分かると思います。以上ですね。はい。これ以上がこの定理 3.11 の内容です。多分この括弧2番の性質は実際の行列式の計算ではしばしば出てくると思いますので、よく気をつけておくと良いと思います。それで、次にといいますか、行列式の性質でこう行に関して述べると
必ずこの列に関しても同じ、大体同じことが成り立つので、まあ、いちいちですね、書き直すのも大変だと思いますので、ちょっと重ねて書いちゃいますけれども、この定理 3.11 の K として、ここで K というのは、その定理の、まあ、付録みたいなものですね。まあ、定理の、この定理からすぐに導かれる、もしくはこの定理と同様の性質を述べているものをよく K と呼びますが、この K として言えるのは、この A の2つの行だった部分をこれ、列にしても同じ性質が成り立ちます。括弧1はその A の異なる2つの列が等しければ、A の行列式は0に等しくなりますし、それから括弧2は A のある、さっき行でしたが、これがまあ列になっても、この A のある列の成分が全て0ならば、A の行列式は0になるということで、この、まあ、定理 3.11 はその行でも言えるし、列でも言えるということに注意してください。ここまでいいですか？で次 の, 定理 3.12 はその行列式の中でもの性質の中でも特に重要なものの一つですので、よく確認しておきましょう。定理 3.12 はまあ、A と B をまあ N 次の正方行列としたときに、積 AB の行列式がそれぞれの行列式の積に等しいという性質です。でこれはまあ、かなり強力な性質でして、まあ、これ以降に述べるいくつかの性質ですね、行列式の性質を、まあ、簡潔に証明するのにも使えますし、それから実際に行列式を計算する場合ですね、その行列式を計算する場合にも、そのわざわざその行列の積を取ってから行列式を計算する前に、例えばそれぞれの行列式が割と簡単に計算できる場合には、それぞれの行列式を計算することで、結果が得られるという面もあります。それからあと、これから、そうですね、この何個か後の命題でですね、その行列の正則性と、それからこの行列式に関するの関係もやりますけれども、まあ、その際に、その、まあ、あらかじめその行列の積を計算することなく、その元の形の行列の行列式からその行列の正則性に関する性質を知ることもようなことにも使えますので、まあ、使い入れがいろいろあるということですので、これはよく覚えておいてください。でこれからですね、先と教科書の82ページ、83ページの定理はどういうことをやっているかというと、その行列 の, 正則性と行列式の関係について述べています。で行列の正則っていう性質は第2章で、連立一次方程式を扱ったときには、その連立一次方程式が解を持つかどうかとかですね、あ、そうですね、それからその解が
ただ一組か、それとも無限個存在するかとか、そういったその連立次方程式の本質的な性質を調べるのに役に立つ話として紹介されてましたけれども、実はこの行列の生息かどうかっていうのはその行列式と深く結びついていますので、その辺の話をしましょう。次に、そしたらですね、まあ、案外これこの定理 3.12 は証明は結構大変です。読むのも大変ですけれども、やはり行列式の定義をよく理解するには役に立つと思います。それで次が、教科書の82ページの一番下の古代 3.14 ですね。古代 3.14 は、基本行列の行列式です。で、基本行列というのは一体何だったか、もう遠い昔のこう彼方に記憶が飛び去っている人もいるかもしれませんけれども、どこでやったかというと、実は連立次方程式の初めの部分で出てきました。教科書で言いますと、34ページから35ページのところに定義が書かれてありますので、ちょっと振り返ってみましょう。でまず、結論から書きます。とりあえず式の意味を忘れたという部分はこの後で復習しますので、P の ST の行列式はマイナス1、それから2番目が P の ST の R の行列式は1、それから3番目が、E の S の R の行列式は R ということを言われてもですね、多分この P の ST とか、それから E の ST の R の、こう意味を忘れてしまっては意味がないですので、一応皆さんも教科書に載っているので見ればわかると思いますが、ちょっと復習してみましょう。まず、括弧1の P の ST というのはどういう行列だったかというと、第 S 行と第 T 行を交換する行列でした。で左から書けると第 S 行と第 T 行の交換、右から書けると第 S 列と第 T 列の交換をする行列だったんですね。で、その中身はどういう行列だったかっていうと、ほとんど単位行列なんですけれども、こんな感じになってますかね。で、この単位行列なんです。単位行列から元に作るんですけれども、その S 行、第 S 行と第 T 行だけをこう取り替えたと、そういう行列なんですね。で、じゃあこの行列式っていうのはその一体いくつになるかっていう と、 まず思い出してもらいたいのは、単位行列の行列式は1ですという話は以前定理でもやりました。確か前回だったと思います。でそれから今日先ほどやったんですけれども、異なる2つの行を入れ替えると行列式はマイナス1倍になるという話をやりました。ですので、この行列式っていうのはちょうど単位行列の第 S 行と第 T 行を1回だけ入れ替えたという形になっていますので、
行列式はその単位行列の行列式のマイナス1倍ですから、これマイナス1になるというのが結論です。これでいいですか？はい、次に、この E の ST の R っていうのはどういう行列だったかっていうと、対角成分には1が入ってるんですね。対角成分には、1が入っているんですけれども、異なるのはここの部分です。この、ST 成分に R という成分、数が入っています。で、この行列はどういう意味の行列だったかっていうと、第 S 行を、R 倍して第 T 行に加えると。だからある行を定数倍して別な行に加えるという行列でした。もしくは、今の話はその元の行列の左側からこれをかけた場合の話なんですけども、同じことを行列を右からかけると、この列の変形ですね、ある列を何倍かして他の列に加えると、そういう変形を表していました。で、じゃあこの行列式が一体いくつになるかというと、そうか、結論はもう1って書いてるんですよね。なんで1になるか皆さん分かりますか？実は、この周りの今書かれていない部分の成分って全部0なわけですね。で、よく見ますと、ここにその R という成分が加わりましたけれども、この行列は実は上三角行列なんですね。で、下三角の部分には成分何もないと。で、前の時間やった性質なんですけれども、上三角行列の行列式は1、この対角成分の積というになるという性質をやりました。ちょっと思い出してみてください。で、この行列って実は対角成分は全て1ですので、この行列式は対角成分の積で、つまりこう1の積ですから、最終的に結果は1になるというわけです。これがそうですね、この E の ST、だから、第 S 行の R 倍を第 T 行に加えるという、そういう基本行列の行列式です。で、最後に、じゃあこの E の S の R というのはどういう行列だったかっていうと、ほとんどその単位行列と変わらないんですけれども、唯一異なるのは、この SS 成分が R なんですね。で、この行列の意味はどういう意味だったかっていうと、この第 S 行を R 倍するという行列でした。で、じゃあこの行列式はどうなるかというと、この行列がですね、結局その単位行列の第 S 行を R 倍した行列なわけですね。で、先ほどこの書いてきた性質の中で、そのある行を、ある行を R 倍した行列の行列式というのは、元の行列式の R 倍になるという事実がありましたから、それに基づきますと、この第 S 行が R 倍されていますので、単位行列からですね、単位行列からこの第 S 行が R 倍されていますので、行列式は R ということになります。で、実は、
この補題 3.14 で述べている基本行列の行列式というのが、次の K の 3.15 で述べますその行列を基本変形した時の行列式の値に出てきますので、そちらもよくチェックしておきましょう。実は大事なのはこの次に述べる K の 3.15 です。実はそのこれから皆さんがですね、行列式の計算を行うにあたって一番活用するその性質がこの次の K3.15 といっても過言ではありませんので、よく確認してください。A をN 次正方行列として、それからあと先ほどですね、今述べました基本行列を解が出てくると。これらに対して次のことが言えます。まずカッコ1番は P の STA の行列式は A の行列式のマイナス1倍だと。で、その意味は、先ほどもやりましたけれども、2つの行を、行もしくは列です。あ、列か。行でしょ。2つの行を交換すると行列式はマイナス1倍になるという話です。これが1番目。それから2番目は E の STR の A は A の行列式に等しいと。で、その意味するところはある行を R 倍して他の行に加えても行列式は変わらないと。が2番目。それから3番目の性質は E の S の R の A の行列式は A の行列式の R 倍で、その意味するところは R 行を R 倍すると行列式も R 倍になります。ということで、実はこの K3.15 に述べているこの3つの性質は、先ほどその定理の 3.12 で述べたその AB の行列式が A と行列式と B の行列式の積であるという性質と並んで、多分行列式のこれからの計算の中では最もよく用いるものになると思いますので、この性質はしっかり覚えて使えるようにしておいてください。それから、ここでは詳しくはやりませんけれども、この行って、この K3.15 はこの行に関することを言っていますが、これ実はこういう行を列に置き換えても、同じことが全く同じことが成り立ちますので、列に関しても、例えば列の交換をしても、行列式はマイナス1倍になるとかですね、ある列を R 倍して、他の列に加えても行列式が変わらないとか。いうことは言えますので、それも使えるようにしておいてください。
はい、ここまでいいですか。で、教科書の方はあともう少しです。次、定理 3.16。主張は非常に単純で、行列 A、まあ、正方行列ですね、が正則であることの必要十分条件は、行列式 A が0でないことです。で、ですので、この、まあ、この否定を作ると何が言えるかというと、もし A が正則でないこととなければ、A の行列式は0になると。逆に A の行列式が0であれば、行列 A は正則ではないということが言えます。でこれは非常に重要な事実で、実は A が正則かどうかというその正則の判定がですね、これまでの知識ではその逆行列が存在するかっていうことを調べなければならなかったわけですけれども、逆行列を計算しなくても行列式を計算すれば分かるという意味で非常に重要なものですので、これもよく確認しておいてください。これもその線形代数でですね、いろんな性質を示す上で結構欠かせない道具の一つになっています。はい、でそれからあと一応教科書にもう一つ定理が載っていますので述べておきますと、定理 3.17 というのがありまして、A が N 次正方行列とします。で、もし、その A の行列式が0ならば、あるベクトル V ですね。行ベクトル V が存在して、これは0でないベクトルなんですけれども、が存在して、この V を A の左側からかけると、0行列に、あ、0ベクトルになると。そういう V が存在するというのが、この定理 3.17 の内容です。まあ、どういう意味かというと、教科書の方に見出しがありますように、非自明解の存在判定ということで、その、確か第2章で、その正時連立一次方程式というのをやりました。正時連立一次方程式というのは、連立一次方程式の中で特にこの右辺が0であるような連立一次方程式によると、正時連立一次方程式と言いました。で、正時連立一次方程式には、まあ、少なくとも1つ必ず解を持つということもやりました。どういう解かというと、この x が0ベクトルであれば、これを満たすわけですね。だから0ベクトルは必ず解になっていると。で、正時連立一次方程式のとき問題になるのは、その0ベクトルでないような解ですね、これを非自明な解と呼びましたけれども、その非自明な解が存在するかどうかということが問題よ、主な問題に なっています。で、この定理の言えていることは、そのもし A の行列式が0ならば、そのこの A を係数行列に持つような非、正時連立一次方程式は、非自明な解を持つと。まあ、ちょっと非常に舌を噛みそうな文言ではありますけれども、そういう性質のことを
言っていますので、まあ、一応確認しておきましょう。はい、ここまで何か質問ありますでしょうか。で、今日なんですけれども、多分これからですね、演習の時間に実際に行列式を計算することになるかと思いますが、一応少しですね、その行列式の多分3次の行列式までいったらサラスの公式で皆さん計算しちゃうと思いますけれども、例えば4次以上の行列式になった場合に、どういう工夫で計算をこうできるかということでですね、少し実例を見せながら示したいと思います。ということで、じゃあすいません、 TA の方資料の配布をお願いします。で、今日は久しぶりにプロジェクターをつけてデモンストレーションをしたいと思います。まあ、今日のような授業の日ですと、この板書を見てるのとプレゼン見てるのとどっちが眠いか分かりませんけれども、まあ、どっちも眠い人もいるかもしれませんから、まあ、どっちも眠い人にはこう心地よく休んでいただくとしてですね、一応ちょっとでもちょっと計算例をお見せしたいと思います。で、これは前もその行消去をやった際に見せたんですけれども、一応これからまた数式処理システムのマセマティカを使って計算しますので、その基本行列の定義を先にやっておきます。で、まず行列の第J 乗の C 倍ですね。で、それから2番目に、第I 行と第J 行の入れ替え、それから3番目に、第I 行に第J 行の C 倍を加えるという、そういう基本行列の定義を今こうやって行いました。で、まあ今日はその、まあ、これから多分演習でですね、まあ、すでに皆さん大きな行列も扱っているかもしれませんけれども、4行4列の行列式の計算の例をお見せしたいと思います。で、まずこの例では行列 A がですね、このような形で与えられていますが、後ろの方見えますか？文字の大きさこのぐらい大丈夫ですか？もう少しこれがいい、OK、うん、はい。で、この A に対して、まあ、A の行列式を求めましょうという話なんですけれども、基本的な戦略としては、その、まあ、4次以上になりますと、サラスの公式には使えませんので、これをうまい、今日の授業で扱ったような、いろいろな行変形を中心にして、まあ、3次、例えば3次の行列式に落として、でそこでサラスの公式を使って展開をするという、のがまあ基本になると思います。で、そのためにどういう性質を使うかっていうことなんですけれども、例えば、今 A がこのような形で与えられているんですけれども、A にですね、その行変形を行って、その1、1成分以内のこの第1列ですね、この1、3、5というこの部分を0にできますと、実は行列式はもっとより定時の行列式に展開することが可能になります。具体的には、例えばこの1、3、5がもし0になりますと、そのこの1、1成分かけるこの右下の 3×3 の小行列の行列式という形に直せますので、ですのでこれからの方針としましては、この行変形を行って、この第1列の第2行以下ですね、この今1、3、5という成分が入っている、ここを0にするということを目指します。そこでまずこの行列式、行列 A をですね、こう定義しましょう。まあ、こんな感じでマセマティカに行列を覚えさせました。で、まず、この第1列で行消去を行うんですけれども、差し当たり最初に行うことは、この第1列の中にですね、この1の成分があった場合には、
これ行の交換で第1行に移動させます。なぜかというと、その例えば第2行以下の行小調というのはこの第1行の何倍かをこの第3行とか第4行にこう加えていくんですけれども、この時にこの11成分が1でありますと、例えばこの第3行の3を消したいと思ったら、この第1行を単純にマイナス3倍してこの3に加えればよいので、そういう意味ではこの11成分が1になっていると都合が良いわけです。でそこで、この例ですとその第2行が1になっていて、第1行11成分は4ですので、このまず第1行と第2行を交換することにします。でその交換するため の, 基本行列を、Q1 と置きまして、こういう行列ですね。でこれを、A の左側からかけます。これで第1行と第2行を交換しました。でここで注意していただきたいのは、今のような行交換を行うとこの行列式がマイナス1倍になりますので、だからこの後計算した、行列式には最終的にマイナス1をかけないと正しい結果が出てこないということです。そこに気をつけてください。で、以後ですね、ここからこの第1行を使ってこの第1列の4とか3とか5をこう0にしていくんですけれども、まず第2行を消したいと思いますので、この4ですね、21成分の4を消したいと思いますので、第1行のマイナス4倍を第2行に加えることにします。それはこのような基本行列をこの行列 A の左側からかけることで行うことができます。こんな感じでその第2行をうまく消すことができました。で同じようにして今度は第3行を消すので、これ第1行のマイナス3倍をこの第3行に加えます。ピッとやって、で行列、こういう行列をかけるわけですね。こういう行列をかけますと、このようにこの31成分も0になりました。で最後にこの第1行をマイナス5倍して第4行に加えることで41成分の5を消します。別にこれ魔法ではなくて、今までのその線形代数の知識に基づいてやると誰でもできることです。はい、こういう形でそのうまく消えたわけですね。でこの時点でこの行列式というのは実は、この11成分かけるこの右下の 3×3 の行列式の積ということになるので覚えておいてください。でこの左下のブロックを仮に B と置いておきましょう。で、マセマティカにはその、行列式を直接計算する関数がありますけれども、皆さんの場合は手計算ですので、ここから先はサラスの公式で頑張って計算するということになります。そうしますと一応、マイナス69という値が出てきます。念のためこの元の A のですね、行列式を直接計算した結果も計算しますと、マイナス69で計算結果が一致することが分かります。ここまでだいたい雰囲気はつかめたでしょうか。あとはまた演習の時間に頑張っていただきたいと思いますけれども、で、今日は実はもう一つ例題用意してあります。で、これは同じくその4行4列の行列式なんですが、今度は文字を含む式を載せました。で、ここがこれから述べますその数式処理システムの売りの一つでもあるんですが、Excel とかですね、それから行列計算のソフトウェアですと、実はこういう文字の入った式というのは扱えません。それは場合によっては少なからず不便だったりすることもありますが、実は数式処理システムの大きな強みは、こういった文字を含んだ式を直接扱うことができるという点です。で、場合によってはこの文字を変数と見て、この文字に値を代入したりとかいうことも自由にできますし、文字に値だけではなくて、このまた式を代入して展開したりということも自由にできます。今日はそこまではありませんけれども、とりあえずこの文字を入った行列の行列式を計算してみましょうという話ですね。で、戦略は先ほどと同じように、
そのこの11成分でこの第1列のこの234行を消すんですけれども、この時もやはり11成分に1が入っていた方が望ましいので、ここでは第1行と第2行をまず交換します。ですので、すみません、こういう行列をかけるんですね。でかけますと、確かに第1行と第2行が交換できました。であとは、先ほど同じようにこう第1行を使って第2行、第3行、第4行を、消去します。まず最初に第2行を消すには、第1行をマイナスかっこ1プラス A 倍して第2行に加えます。まあ、こういう行列をかけるんですね。で実際にかけてみますと、21成分は0になったんですが、22成分の式が展開されていないのはちょっと具合が悪いので、一応マセマティカのエキスパンドという関数がありますから、これを使ってその各成分をの式を展開しておきます。でこれでまあひとまずステップ OK ですね。で今度は同じようにして31成分の1を消します。まあ、これは単純に第1行のマイナス1倍を第3行に加えれば良いだけです。でこうなります。同じように41成分も第1行のマイナス1倍を第4行に加えることで消します。消えました。でここでまあ結局行列式はこの部分ですね。この部分の 3×3 の、 ブロックの行列式のマイナス1倍ということになりますので、まあ、あとは、ここをですね、皆さんは頑張って計算するんですけれども、実はこの場合はちょっと計算が楽になっていまして、ここに2つの、0という成分がありますので、実際には、たすきがけ、サラスの公式によるたすきがけのうち、この部分のたすきがけ と、あと逆方向ですね、逆向きのこの部分のたすきがけと、あと1箇所ですかね、この部分かな、そのぐらいで、若干そのたすきがけに必要な個数が減っていますので、まあ、頑張ってやりましょう。でそこで、まあ、ここではそのマセマティカの組み込みの関数で計算しますと、まあ、こういう多項式が出てきましたが、一応、A の行列式を直接計算すると、まあ、なんとなく合っているように見えるんですけれども、本当に合っているかどうかちょっと心配なので、一応引き算をして、ゼロになることは確かめたということで、一応今回の展開による行列式の計算が、まあ、うまく正しく進んだということが分かりました。といった感じで、一応今日 の、 デモンストレーションはこのぐらいなんですけれども、まあ、一応これを一例にですね、皆さんも各自行列式の計算でこれから演習問題がたくさん出ると思いますけれども、頑張っていただきたいと思います。ここまで質問ありますか？それでは次回はですね、一応今日は教科書の85ページの真ん中ぐらいまで一応終わったことにしまして、次回はその行列の余因子展開といったところからですね、行列式ですね、行列式の余因子展開、それから、まあ、余因子を使った逆行列の計算といった内容を経て、第3章を終えてまた次の第4章に進みたいと思います。何かありますか？はい、じゃあ、次の演習の時間も皆さん頑張ってください。今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。